まずリリースというのは何かっていうと、まあ、訳すと解放、まあ、ここで腕をこのように伸ばしていく動きのことをリリースと。インパクトで腕を伸ばして手首を返して、まあ、返ってと言いますか、ここで、こう手首の動きが溜まっていたものを解放していく動作です。ゴルフも飛距離をアップするためにはこのエネルギーが溜まった状態をキープしていて、ボールのところに解放してあげる。スイングの質量がボールに伝わりやすいです。ですが先に解放が起きてしまうと、いわゆるそのアーリーリリースという形ですが、こちらで解放が起きてしまうと減速したところでボールにヒットしてしまうので、まあ、結果ボールが飛びにくいということになります。ですから原理としては、バックスイングではあまりコックや、ためを作らずにバックスイング体で上げていって、体の切り返しとともにためができて、それをボールに向かって解放していく、そういうスイングが、まあ、一応飛距離を出す上で大事なポイントになってきます。ですがそればっかりやりすぎて自分でこうやって溜めちゃうとフェースが戻ってこなくて、体が開いた状態になってプッシュボールとかってなってしまいますので、まあ、そういう方にはアドレスの位置にこう戻っていくと。でその中でイメージとして、まあ、あまり手首を使わずに体で上げていって切り返しで、クラブが溜まってきて、それをボールの付近に解放してあげる、そういう動きが入ってくると、まあ、飛距離も伸びてくると思います。